し、ね、そして、こういう人たちが何をやってるかっていうと、今度6月の30日はお祓い、ね、締め縄じゃなくてあの血の輪がねこうできるでしょ。でそこにまたいろんな準備がある。この準備は実は氏子さんたちがやってます。で今この氏子さんたちっていうのはね、やっぱり信心深い方々っていうのはあのやっぱり年を重ねた方々、もう60代以上の方々ばかりなんですね。で私たちのような若い、人たちはほとんどいない。ですからあのね、大変な大きなこのしめ縄なんかは、しめ縄じゃない、血の輪とかね、例えば、節分の時の豆まきを豆袋に詰めるとか、正月の前にはね、しでとかいろんなものをこうやり替えたり、しめ縄を貼り直したりとか、実はこれって氏子の方々がやってるんですよ、はい、で私たちはそこに行ってありがたありがたって言っていると。ね、ですから本来であればやっぱ神様のお世話をするっていうのは、まあ、神棚とかね、まあ、そういったのお世話もあるんだけど、まあ、神棚ってどちらかというと自分のためでしょ。ですからその地域とかね、みんなのために作っているそういったものをお手伝いできるような立場、関係性、はい、こういったことをねしっかりとやっていくっていうことって、これすごく大事なことだなと。ですからあの神社がなくなったらおそらく悲しむ人いっぱいいると思うんですけれども、じゃあなくならないために何をやってるかっていうと、まあ、ほとんどの人が何もやってないと。まあそこに行ってお賽銭を入れるっていうこともこれもすごく大事なんだけど、まあ、それをお世話をするではちょっと違いますよね、はい、ですから、まあ、例えばお掃除をするとかもそうなんですが、まあ、以前ね、千葉の宮田宮司元、ね、NHK のアナウンサーの宮田宮司のところに行って、動画の撮影をした時に、まあ、氏子さんたちがね、境内を掃除してたわけですね。そして声をかけたんですよ。まあ、氏子の方ですかって、いつもこうやってやられてるんですかって、ね、ボランティアで大変ですねとかって言ったら、そしたら本人、うん、ボランティアって言うわけですね。ね、ボランティアっていうかねみたいな、この土地は本来我々の土地だからみたいな、ね、だから自分の庭を掃除するのをボランティアっては言わないよねって言われたわけですよ、はい、ですからね、まあ、その方々にとっては自分の庭を掃除してるんだから当たり前だというようなね、ことを言ってました。まさにそうなんです。今宗教法人という形になって、その土地がそのまあ、そこの宮司さんの土地になってるわけですよ。で本来で言えばその土地ってその氏子さんたちの土地なんですね。だから自由に売り買いなんかは本来はしてはならないわけです。ところがこれが宗教法人という形にね、なって、そしてその土地をが誰かの所有物にしなきゃいけないので、はい、そこの宮司さんの所有物になった。するとどんなことがやってるかって、中で勝手に撮影するなとか何々するなとかっていうような、なんかあたかも自分のもののようなね表現をしているような神社結構ありますけど、まあ、確かにね、本殿の正面から、撮影をするというのはこれ神様なのでそれは失礼に当たるんだけど、境内の中で撮影をしてはならぬなんてことは本来はないわけですよね。まあそういったこともね、含めて、まあ、少しやっぱりね形もねどんどん変わってるなと。いや自分の土地で自分が売って収益を上げるんだったら、だったら自分で稼いで頑張って、やったらっていうような発想になるじゃないですか、うん、でも本来はそこの土地を守っている神様なので、みんなでお世話をする、なぜならみんなのものだからってこだわるでしょ。だからこういった価値観も少しねこう変わってきたのかなっていうふうにね思っております。さあ皆さん